次が特別送達ですね、えー。これも説明時間かかるな、えー。特別送達という郵便があります。ただこれは、えーえー、皆さんが差し出す、えー、ことはないはずです、えー。これを差し出すというのはもう基本的には裁判所ぐらいです。えー、裁判所とあと特許庁とか。 があるのかな、えー、確かな確、うんねえー、特別捜査として差し出すことができるのはも裁判所とかしかないんで本当に限られた期間が、えー、あらかじめ取り決められた内容物を送る際に用いられる特別な郵便物となっております。 で、あ、なるべくはい。取り受けられた内容物というのも、これも規定がいろいろと細かくあって、えー、特別捜査として送れるものはもえーえー、とね。なんかね。法律のところにいろいろとね。書いてあるところもあります。えー、wikipedia とかでもね。書いてあるはずですけど、うん こういった内容のものが送れますっていうのがね、あり、一覧ずらーっと書いてありますけど、基本的には、それ見たところに何のこっちゃというようなね、あの、法律用語がずらっと並んでますけど、えー、で、えー、これを料金は、もうすごい高いです。えーと、基本料金と一般の書き留め料金ですね、500、プラス560円ですねえー、定型郵便82円のやつでも、えー、と、512円に560円で、1000、1142円。 すごい、すごいお値段のものですか、うん、多分、えー、と特別捜査とか一,一番オプションとしては高い料金のものじゃないかな、<laughs> のはずですか郵便としてあるサービスでは。えー、で、えー、これですね、内容物は特別です、ね。で、これですね、えー、受取人のフルネームの証明、または夏にをもらうことが、えー、原則であります。まあ、何せこれだけのものですんでね。<laughs> うん で、ね、えー、受,け受け取りの、えー、これは、ね、ええー、ただ本人限定ではないので、本人じゃなくても、えー、大丈夫は大丈夫です。正しい受け取った人の必ずフルネームの署名で、これ、あ夏印ってなっておるんですけど、うんと、法的には夏印でも大丈夫となっておるんですが、えぇ、ー、おそらく、あの、 もし受け取ったことがある人は、あれいや、印鑑じゃなくて、必ずフルネームでサインしてくださいって言われるケース、あれ言われたんちゃうかな印鑑はちょっとすいませんとかって言われた気がするけどっていうことがあるかもしれませんが、一応これは理由があります。というのは、印鑑をもらって、で,ですね例えば、佐,佐,藤佐藤一郎さん、佐藤一郎さん。 に届けたんんやけど印印鑑鑑佐藤さのをで、えっ、ー、と、で、確かこれ、あ、いいか、で、印鑑ももらった場合にも、え、これですね、え、後から書きますけど、配達完了日のうちに、え、そう、郵便送達報告書っていうのを、郵便認証士っていう資格者の認証を得て、これを全部、 報告書を作らないといけないんですね。で、報告書を作るときにですね、私は、えっと、何月何日何時何分、何秒まではさすがになかったと思いますが、何月何時何分何分、に、データとかで全部調べてですね、えっと、愛知県名古屋市名東区、丸まんまる町、バツバツ番地、バツバツ、どこどこマンション、どこどこどこ号室、 のえー、どどこ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 様の、えー、郵便物を、大体基本は一緒の住所ですけどね、住所、どこ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 ,どこの、えー、何下室に、えー、お住まいの○○、えー丸々えー、でする、ね、佐藤一郎様の郵便物と佐藤一郎様に届けましたと書かないといけないんですね。 うんでえー、それを、えー、確認しないといけませんもので、佐藤の印鑑だけだと、えー、後でその人か分からなくなってしまうというようなことになってしまいますもので、えーえー、原則としてはフルネームが必ず分かるようにして、えー、その受け取り人のフルネームが必ず分かるような状態で、えー、あの配達しないといけませんもので。 コカ・スクさんに渡す場合とかでもですね、母,母親の〇〇〇様ですねっていうふうに、分からないに渡しましたっていうふうに書かないといけませんもので、それでまあそういったあの、まあ、トラブルというか、ケースが出てきます。で、えー、でこれたら特別送達の場合はですね、えー これ意外と配達員でおっしゃらない人がいるんですが、えーまあ、こういうケース、本当にまあ、私もね、実際に見たことないんですけど、えー、受け取り人が正当な理由なく、受け取りを拒んだ場合は、差し置き配達を行うことも可能です。 何や何やどういうことかっていうことなんですけど、これをえはですね、えーえーまあ、配達先に行きました。ピンポンって鳴らした。えーねえー、に日本郵便の誰々ですと、ねえーそ。で、言うと、は、えー、い、はい、えー、はい、どなたですかって、まあ、出てきたと。 で、えっ、ー、と、えー、あなたは佐藤一郎さん、ま、佐藤一郎さんばっか使ってますけど、佐藤一郎さん、佐藤太郎さんにとこか、佐藤太郎様、あの、一応住所とかかかる、全部確認しますね。あの、まる町,、えーえー、町、〇〇市、〇〇市まる町、まる町、どこどこマンションの、何丸何号室のにお住まいの、えーまえー、佐藤太郎様でございますか、と。 えー、聞いて、ああ、そうやねこれやーって。で、えー、実はこれ、あの、本日、えー、まあね、名古屋の中区の裁判所から、えーなえーまあ、な名古屋、名古屋や名古屋高裁とかか、名古屋高裁さんから名古屋の高等裁判所様から、えー、特別送達が届いておりますと。聞いたときに、えー、って、裁判所から特別送達いや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 、そんなん俺は受け取りたくないぞと。うん 大体、裁判所から特別捜査登録といったら、かなりシビアなこととかがお多いですからね、被告人に送られるものと、原告人に、ね、あの送られるものがありますので、まあねえー、あと債権者、えー、お金関係でトラブルになったるような案件の場合、抵当とかそういうような案件の場合は、債、え、権、ー、者と債務者、えー、の両方に、えー、送られたりするんで、 数がえですので、まあ、あるのは、まあ、大体その債,債務者の方ですとかですね、あの要は取り押さえに、差し押さえにされる側の人とかがですね、いやいや、俺はそんな、あの受け取ったらもう差し押さえになるから、いやいやとかってねえ、受け取らんっていうような、えー、ことを言って、かたくなに受け取りを拒否した場合は、えー あの悪い、すいませんけど、これは特別相達なんで、えー、正当な理由ではありませんと。あなた、ね、本人がおるのに受け取りをしませんということなんで、すいませんが、置かせてもらいますねって置いて、置いて帰ることができますね。えー、ただー、実際に本当に置いてきたわっていうケースは聞いたことない、はないですけど、基本的にはもう、えーはたえー、受け取りのサインをしてもらうと。うん。ね、えー、 関連してというのもおかしな話ですけど、サインをしてもらいますよというようなサービスになっておりますね。 まあ、ただ、まあ、一応そういう風にして、かなり法的な、えー、強制性がすごく強い、えー、ものになっております。まあえー、という,のうような郵便サービスがあります、まあえーあ。こういうのがあるんやなというのは、えー、覚えておいてもらった方がいいと思います。ですので、毎日、ね、何かであれ特別捜査とか、えー、届いたというような場合は、えー、早急に内容を確認してもらって、ねえー、対応してもらった方がいいとは思う。 思いますまあ、もちろん他の郵便もそうなんですけどね、えー、取れた日のうちに見,見てもらわないと、えー、というのがあるんですが、えーまあ、これは説明しましたね、郵便認証士っというい、ねあの、これもあの国家資格になるはずです、えー、の、えー、資格を持たれる方にが必ず認証をして、えー、裁判所に、えー、確かにこういうふうに送達させてもらいましたというのを、ね、送るというサービスが、えー、あるんですね。 はい、えー。っていうのが、特別相達です。えっ、ー、と、書き留め、えー、種類はですね、えー、以上になりますね。えー、いや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 、すごい時間になってしまったな、えー。途中で多分ぶつ切りにしながらですね、多分、えー、多分、ぶ、え、ん、ー、本編の方は上げていくかなと思いますが、えー、ね、あの、もし、あの、ね、これ、あの、ここまでね、見てもらった方がありましたら、えー まあこんなね、ぐだぐだな、ね、話し方でですね、本当に拙いところばっかしで申し訳ございませんでしたが、え、あのー、ね、見ていただいたという方がありましたら、大変、えー、光栄でございます。幸いでございます。えー、次回以降はまたいろんなですね、えー、細かい、えー、これで一応、基本とオプションとね、説明をしてきましたんで、えー、どうしようかないろいろとまた細かい郵便用語とかですね、え、いろいろと、さっきの転送不要とかですね、まあ、マルツなんかもですね、まだ、 あのお話できたらなと、えー、思っております、えー。ご視聴ありがとうございました。